どうも、肉チャンネルのマスです。カズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、おうちにまつわることをですね、まあ、はい、ノーカットで、まあ、ライブ形式でちょっとね、はい。DIY マスターカズさんと、はい。ちょっとお話していこうかと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日のテーマは、はい。でしょうか。じゃあ、ダン。洗濯問題ですよ。洗濯機を置く場所もそうだけど、はい、みんなどうやって干してますかっていう。ああ、なるほど。こう外で干すとか、そう、部屋干しするとか、そう。なるほど。それこれは立地環境とか、はい、家族構成とか、はい、あるいは働き方とかさ、はい、そういうものでもみんな別々だと思うんだよね。はい、みんなどうしてますかってこと。なるほど。やっぱりこの、まあ、リフォームとか新築のタイミングでまたいろいろ環境変わると、その見直すタイミングでもありますし、そう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 、どんなものがまずあって、うん、それぞれどんなメリットがあるかとか、そうだね、ちょっとね検証していきましょうか。そうですね、はい、もっと言うとさ、はい、洗濯機何使ってる問題からスタートすることってあるじゃん。あ、なるほど。まあドラム式とか、そう、縦型のね。そうそうそう。ちなみにマッスは何使ってるの？昔は二層式でしたけどね。それまあね、うちも言ったら昔は二層式です。今は普通の縦型の。縦型なんだ、はい。まあ乾燥機能ついてますけど、まあほぼ洗濯機で乾燥するってことはあんまりないですね。縦型で乾燥付きってあるの？あるんですよ。知らんかった。はい、でかい。まあそんな普通のやつですよ。そこまで大きくはないです。縦型って乾燥ちゃんとするの？まあ一応しますよ。熱くなってしますけど。だってこう回ってるでしょ。そうですね。ドラム式みたいにこう。こうじゃないよ、ね。重力で落ちたりとかしないですよね。へー、知らなかった。まあちなみにうちも縦型なんで、乾燥はついてないんですよ。はい。で、うちはね、全部部屋干しがメイン。もう外には干さないっていうことですね。まあもちろん天気が良くてスケジュールさえ良ければ干すんだけど、はい、部屋干しをするために、はい、洗濯部屋みたいなのを作りました。ああ、作られてましたね。うん、はい。その、洗面脱衣所そうそうそう。のとこ。だから他にもいろいろ干してましたよね。まあ、僕は干してた。もともとね、リビングに干すのがめっちゃ俺は嫌で。リビングって一番やっぱ日が入るからさ。はい。その窓際にこうやってやってた。もうあれが俺嫌で嫌で。嫌だって言ったところ、はい、いや、だったら干す場所くれと。うん、あ、わかりましたって言って作ったんだけどね。はい、そうですね。うん、普通の、まあ、洗面脱衣所っていうと、まあ、1坪とか、うん、1.5 坪ぐらいが多いかと思うんですけど、そうだね、ちょっと広いですもんね、あそこは。そうだね。はい、3メーターぐらいあるから、うん。で、そこに、あれですね、なんかこう、そうなんだ、ワイヤーみたいなやつ。なるほど、めちゃくちゃ使いやすい。本当におすすめ、俺。こんなインターホンよりちっちゃいぐらいのプラスチックのケースが2個。はいはい、これを端と端につけて、はい、片方からそれこそね、ちっちゃいあの引き出しのつまみある。あ、はいはい、あのつまみみたいなやつがあって引っ張るとワイヤーが出てくるね。はいはい、ビーッとこっちにカチャって引っ掛ける、うん。そうすると細いワイヤーがピンとあるじゃん。なるほど。まあ、そこに干すんだけど。なんで使ってない時はもう全然棒とかだと邪魔になっちゃうんですね。邪魔になっちゃう。ごついし。はい。だから全然つけてあっても気にならないし、はい、でこのワイヤーを俺は、はい、これ実はネットで買ったのね。ああ、はい。で、信用してなかったんだよね。なんかこう、垂れちゃいそうな。なるだろうと。こう洗濯物いっぱいかけたら、真ん中に寄っちゃうみたいな。さすがにさ、本当に細いワイヤーだから。はい、ええー。全然大丈夫かな。へえー、そうなんだ。そう、これびっくりした。へえー。こうなんかストッパー機能みたいなのがあるんですかね。ある。ああ、なるほど。カチャンってやったら、一旦そこで終わるっていうか。はいはい、出てくるわけじゃないですよね、出てくるわけじゃない。あれはヒットしてる。しかも、はい、これ、2000円弱だったの。あ、安いですね。めちゃくちゃ安いでしょ。安いです。いわゆる、なんかね、室内物干しのやつとかは、うん、何万としますか、ね、もうちょっとするか。はい。いやー、もうちょっと、これは、自宅を新築した中で、一番のヒット。確かにコスパもいいし、使わないときは、ね、邪魔にならないし。うん、なるほど。まあ、ただ外干せるじゃあいいんだけど、ただまあ外に干すと、まあ、例えば突然の雨、まあ、ゲリラ豪雨とかね、はい、夕立とかもあるし、まあ黄砂とか、あ、そうか、ね、そういう PM もあるし、うん、そうそう、のもあるじゃないですか。なので今部屋干しは部屋干しのメリットがあると思うんですけど、うん、逆に部屋干しだと乾きづらいとか、そう、生乾きみたいな匂いがね、ちょっと気になっちゃいますけど、うん、それはね、はい、解消されない。あ、されないですね。匂う。なるほど。だ今、この冬に、乾燥機
電気式の、はい、こう音符が出るやつをちょっと計画して、はいはい、あそこのサニタリールームのところに、コース考えて、なるほど。うちはあの、サーキュレーター置いてますけどね。あ、違うの？まあ室内にも干すんですけど、うん、あのそれはこういう紐で引っ張って、うん、こう棒が出て、うんうん、やつにそこに引っ掛けて、あのまあサーキュレーターを下に置いて、うん、まあ首振りで首振ると真下からこう風を当てる感じですね。はい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 、そうするとこう洋服こう、はい、おなるんで、一応そのサーキュレーターの真上のやつは結構乾きます。ただこうやっぱりいっぱい干すと端っこの方は、まあまあまあ、サーキュレーターこう首振ってもあんまり風当たらないので、うん、まあちょっと乾きづらいかなっていうのはありますけど、まあ、でも循環させるっていう意味合いでもきっといいよね。そうですね。そうか。でリフォームの現場とかでも、はい、そこでってよく相談されるじゃん。物干しのスペース、はい、まあ、洗濯機の種類、はい、まあ、あと乾燥機を別で使われてる方がいる、はい、あのガスの例えばリンナイだとカンタク、カンタク、あれはめちゃくちゃ乾くらしいですね。ああ、やっぱそうなの。まあ、布団とかちょっと分厚いものとか、うん、例えば柔道着とか全然乾かないといい、うん、ああいうのもめちゃくちゃ乾くし、あ、そうなんだ。タオルとかもふっかふかにもうなるみたいな。 CM あるもんねこんなんなりますみたいなやつねそうそう、ガスの乾燥機はもうめちゃくちゃもうタオルがふわふわになるみたいな。へえ、うん、そういうまあメリットはあるかなと思いますけどね。だから使ってみる方はリフォームした後も置きたいっていう方が多いんだ。そうですね、なんか満足度が非常に高いって言いますね、うん、まあ当然ランニングコストはあのかかっちゃうかな、まあ、ガスだしね、その例えば部屋越しで言ったら、さっきはこう壁から壁のワイヤーっていう話がありましたけど、うん、でも私こう紐で引っ張れるとかありますけど、ウィーンと出るそうね、コストコがこう出るみたいなね、はい、うん、なんかいろんなタイプありますよね。あるあるある。それこそ紐とかで、はい、上から降りてくるのもあるじゃん。あ、そうです ね、 ね、あります。天井付けタイプとこう壁に付けるやつあるよね、はい、もう一個はこのカチャンってさ、ね、棒を刺すリングにこう棒がついてて、こう、はい、カチャンって天井に固定すると、はい、パイプが渡せますみたいなね。あれもね、ちょっと使わない時にとか困りますよね。そう、そのどうしても物体があるからね、はい、その物体がどっかに置いとかなあかんって言って、はい、付属でさ、はい、あのカーテンのふさかけみたいなやつがついてきて、あ、ここに使わん時はかけてくださいっていう金具が入ってくるんだよ、はい、それ置きたくないんだっていう人もやっぱいるよね、うんうん、そうですよね、うん、まあ大体そういうのが多いですかね。あとまあちょっとごついですけど、電動のやつとかもあったりします、ね、あるあるある、はい、電動のやつはめちゃくちゃごついんで、うん、前あれつけようと思ったんですよ、うんうん、お客さんのとこでつけてほしいって言われて、うんうん、ただごつすぎてあの天井に入りきらなくて懐がなかったの。そうです、あの鉄骨で、まあ、こうブレスが走ってたんで、うん、結局入れれなくてやめたっていうのがありますけど、まあ、電動のやつだったら天井にこうスペースがあればね、うん、あのこうボタンでウィーンとこう降りてきてくる、で使わない時はこう天井の中にしまうとかっていうのもあったりしますよね、うん、いかんせんその天井付けにして、例えば洗面所とか狭いスペースだと照明器具に干渉するとか、洗面の吊り戸棚に当たるとか、はい、まあ、あるいはさっきね乾燥機って話あったけど、はい、洗濯機の上に収納をつけてる人もいるし、そういうスペースを取るっていう問題はどうしてもあるんで、はい、まあ、できれば外でね、はい、しかも雨にも対応するような感じで、そうですね、まあ、例えばその、まあ、ベランダにしても、まあ、お庭の方にしても、うん、こう、まあカーポートみたいなテラス、はい、テラスね、をつけるっていう、まあ、リフォームでつけたり新築でつけたりっていうこともできますもんね、うんうん、これもやっぱ引き合い多いですよ、うん、テラスめちゃくちゃ多いよ、はい、あの物干しのためだもんね。そうですよね、うん、はい、まあ、あとはサンルームみたいな、あ、こういう、まあね、あれもいいよね、はい、この間もねお邪魔したお客さんのところ、はい、サンルームあったじゃん。 ありましたね、はい、はい、いいよね。ありますね。で実際あれってリビングの大きな窓の前とかにつけることが多いから、はい、まあもちろん洗濯を乾かすっていう利点はあるんだけども、はい、めちゃめちゃ寒い冬とかに、うん、あ、保温効果っていうかさ、あ、はい、ね、窓から寒いのが逃げるっていうのを抑制する働きもあるじゃん、うんうん、お庭にスペースがあるとかだったらサンルームは、ね、うん、憧れかなと思うけど ね、 そ う、 ね、そういうのだったら雨の心配とかも、ね、ないですからね、でテラスでいうと、はい、こう
目隠しをしつつ、ブロックとかで目隠しをしつつ、はい、途中からこうアルミの経済で囲うみたいな、あれだったら絶対横振りの雨も入んないってやつあるじゃん。そうですね、はい、しかもあれかっこいいじゃん。うん、かっこいいね、はい、あのお客さん家でやっぱやらせてもらうことがあるんだけど、はい、あれはすごいいいよね、はい、で布で日差し強い時は屋根のとこ布やれますとかね、はい、そういうのもあるし、はい、皆さんもこう洗濯のお悩み、はい、ぜひね日課ホームに行ってもらえればと思います、はい、ズバリと解決します。はい。何か他にご質問とかあればぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。はい。ありがとうございます。